鍋島直明な5月19日から1981年11月16日は、日本の政治家、佐賀県知事、科学技術庁長,長官、旧非前鹿島藩主鍋島家の第15代当主にあたり、地元では親しみを込めて、トンさんと呼ばれた。1912年5月19日、内務政務次官を務めた樹三味試尺、鍋島忠の,の長男として、 現在の佐賀県鹿島市で生まれる。旧制学習院中等科、高等科を経て、1936年九州、帝国大学農学部農学科を卒業、農林省嘱託技師となる。1944年同省を退職し、鍋島農園の経営にあたる。1947年2月3日に借料、返上した。佐賀県教育委員。 同県森林組合連合会会長、鹿島町農協組合長を歴任し、1951年、佐賀県知事に当選する。しかし就任後は、朝鮮戦争特需後の景気交代に加え、1953年に起きた昭和28年西日本水害が追い打ちをかけ、県財政が破綻状態に陥り、対応に苦慮した。2期目の1956年に、 財政再建団体に指定される。財政再建計画に基づく教職員の削減をめぐり、佐賀県教職員組合との激しい抗争劇が展開され、後に石川達造の小説、人間の壁の題材となった。1959年、第5回参議院議員通常選挙に自由民主党から佐賀県選挙区にて立候補し当選する。以後当選4回。 番長政策研究所に所属した。大倉政務次官などを経て、1967年、第2次佐藤第一次改造内閣で、科学技術庁長官として入閣する。議員活動の中で特筆すべきは、参議院議会運営委員長を通算3期も務めていることで、いかに議会運営の手腕について信頼が置かれて、いたかを物語る。百七十一年には、 新谷虎三郎、ザコミズヒサツネラともに、半ンジュー、総ユー,ーグループ、桜井のメンバーとして、河野健造の参議院議長当選に貢献した。その後は、参議院に予算委員長、参議院自民党国会対策委員長、幹事長などを歴任する。1981年11月16日、脳梗塞のため、東京都新宿区の東京女子医科大学病院で、 聖居、69歳坊津。次期参議院議長の声も聞かれ始めた矢先であった。没後のジョイジョ君は、鍋島の医師によって見送られた。地元の非禅時期をはじめ、当時期に造形が深いことでも知られた。時期に関する著作もある。ありがとうございます。